あー、めっちゃくちゃ抹茶の香りがしますね。あー、やっぱ炭酸はいいな。炭酸はいいけど、ちょっと糖分取りすぎを気にするとしたら炭酸水で全然いいですね。でもこれブルーベリー入れても色は結構なんか味ついてる感じになるけど、味はね全然普通の炭酸水っていうか、むしろグレープフルーツ味が消えてちょっと残念やなって感じがあるぐらい。見た目だけですね。食べれる、あ、食べた、甘いな。ぶっ潰して入れてもいいかもね。抹茶のめっちゃいい匂いする。これデパ地下とかでさ、あのポテチとかポッキーの大人バージョン、高いやつみたいなノリがあるね、この風格。おいしい。抹茶っていうよりチョコ感の方が強いけど、香りがね、いい抹茶。はい、で今日はね、ちょっとあれっす、あれが皆様届きましたか。よいしょ、これでっかいのよ。マリメッコ The Art of Print Making イエーイってやつですけど、これさ、めっちゃでかいんですよ。でも多分動画だとでかさ伝わらんな。このイッタラのね、前の本、重いな。前のイッタラの本よりこんだけでかいんですよ。これでもね、めっちゃでっかい。こんなでっかい本ね、それの一回りでかい。分厚さはもう半分ぐらいけど、でかさむっちゃでかいよね。今日はこれをね、開封してちょっとどんな本かなっていうのをお話ししていきたいと思います。で、僕はなんかアマゾンで買った方がいいんちゃうみたいなこと言ってて、結局最終的に5000円ぐらいやったかな。なんかとりあえずね、一番初めに買ったら最安保証されるんで5000円か6000円になってた気がしますね。今確か6000円ぐらいやったんで5000円ぐらいやったかな。とりあえずね、めっちゃ安く買えます。今もまだ多分買えると思うんで、まあ気になった人は買ってみてください。ちょっとね、開けていきたいと思います。よっ。これちょっと旗から見てる感じめっちゃ製本ええわ。あ、新品の、あ、新品の本の匂いっていいですよね。はい、これね、まず今表紙布が貼られてます。布地で、想定が布地のカバー、ハードカバーで、このマリメッコ G アートオブプリントメイキングのとこが、黒の白押しです。多分ね、ここもか、裏のこのマリメッコの白いとこも白白。金かかってるね。なかなか金かかってますな。この柄のさ、この柄のマグ出えへんのかな、ずっと思ってんねんけど、この柄のマグ出してほしいこれめっちゃ可愛いのに、この柄のマグとかさ、プレート出してよってずっと思ってたんやけど、めっちゃ可愛いよね。期待できますね。うん、裏はこんな感じのデザイン。普通に飾ってるだけでも多分めっちゃ可愛いですね。これはおしゃれカフェもう必置きですね。ぜひおしゃれカフェ営んでる皆様、これはね、壁に置いといてください。これは可愛い。よし、ちょっと中は見せられないようだけど、ちょっと僕が見てね、どんな本かちょっと言っていきたいと思います。よこらせ。おお、ちょっとこれ空中で開けるのちょっと大変やな。まずね、真っ黒なページ、かっこいい。これはちょっと、真っ黒の次さ、このオレンジ、遊んでる、おしゃれ、おしゃれやな。ちょっとさ、今チラッと見えたんやけど、あー、はいはい、で、ここも可愛い。ここは見せても大丈夫やろ。目次、目次がさ、
めっちゃお肉小柄、かわいい。 いやこれめっちゃ期待できるやん。これ結構デザイナー力入れたんちゃう。うんうんうん、あーなんか写真多そうですね。全然英語で書かれてるけど、英語もなんか分かりやすそうやし、なんか文字でかいし結構読みやすそうかも。写真が何よりね多い。あーこれ新聞とかに使われてたからね。おええー、マリメッコって印刷してる人もこんなおしゃれな人多いんかな。何の写真か分からんけど、あーもう各ページというか各見開きに絶対写真かイラストが入ってるっていうような、感じですね今見てるところ。おお、めっちゃ面白いなこれ。待って、あー普通にファブリック、今度新しく出るやつですね、ルックブック見ましたか。こういう柄とかも載ってますね。今度これ日本でも出ます、秋のねコレクションで。ほう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 、これ写真とパターンめっちゃ入ってますよ。めっちゃ入ってるわ。めっちゃいいやんこれ。新作のやつ書いてるし。こんなん出んの？嘘やろ。これ出るってことやんなこれ。マジ？これルックブックになかったで。服かな？これマジ？ちょっと持ってる人は70ページ見てみてください。70ページのこのウニッコ柄、出るん？めっちゃおしゃれなことするやん。うわぁ、これいいな。このアイディア意外となかったわ。これはかっこいいね。で、この72ページのこの、よく見る女の子の、枕頭に乗せてる女の子のやつね。これめっちゃ可愛いよね。この写真めっちゃいいわ。これ意外とちょっとネタバレしてんじゃん。そんなことない？ネタバレしてる感ある。うわ、もうなんか途中からファブリックのこのパターンのデザインのページばっかりになってるわ。あ、これ、見てるだけでもめっちゃええって。これは、これは買いやわ。もう今ちょっと最後まで見てないけど、うん、あはい、これ買いです、買いです。これ絶対買い、これは買った方がいい。多分もう Amazon でもそのうち在庫なくなるんちゃう。まだあんのかな。ちょリンク貼っときますけど、もうほんまに6000円とかで買えるんで絶対買ってください。これめっちゃいいわ。英語やからってちょっと遠のいてたけど、っていうか読まんでいいと思う。見るだけでめっちゃおもろいと思う、これ。これはいいわ。何これ。みんなもっとさ、いいよって言ってくれよ。全然、何も話題に上がってなかったからさ、なんかそんなもんなんかなと思ったけど、めっちゃいいっすわ。これめっちゃええでも。これ絶対買った方がいい。うん。なんかいろいろさ、こうアラビアとかマリメッコとかなんかいろいろ本あるけど、正直そんなにおすすめじゃない時結構あるんですよ。だからあんまり動画で本のこととか言わなかったりするんですけど、これめっちゃおすすめ。これめっちゃいい。これは買って、っていうか買ってほしい。まずマリメッコ好きな人は買って損ない。絶対買ってください。これマジおすすめです。マリメッコ The Art of Printmaking、 これだけで動画撮ったらよかったよっていうぐらいめっちゃええな。これこれおもろいわ。おもろいけどなんかみんなと一緒に見られへんのがこう悔やまれる。この気持ちを共有できないというのがめっちゃいいですね。これぜひおすすめです。まあ今日はそんな感じで終わりたいと思います。でもマリメッコの本めっちゃ良かった。ちょっとこの動画終わった後、ちょっと見ようかな。でも今見たいもんいっぱいあるんですよね。おとついぐらいに、リゼロ27巻が発売になったんで、それは絶対早く読みたいっていう、こう、妻とどっちが読むか戦争みたいなのもあるんで、まあちょっと僕が休みのうちに読破したいなと思ったり、何の話やっていうところあるんですけど、ちょっと読みたいもんが最近多すぎて、ちょっと困りますけど、これはでももう買っといてよかったし、おすすめしてよかった。
期待を裏切らないマリメッコ、ほんまにいいですね。今年のマリメッコまだ終わってないですから、まだまだ楽しめそうですね。というわけで、本絶対買ってください。アメカズでした。バイバイ。